たしさこんばんはりです。今回ビビッターっていうゲームをねやっていきたいなと思います。僕このゲームね初めてやるんですけど、なんかねこのゲームのなんか説明みたいなのを e ショップで見た感じ、なんか度胸試し的な感じらしいんだよね。まあというわけで今回度胸試しの方をさせていきたいなと思います。よろしくお願いします。なんかパーティーゲームらしいんだよね。お、かわいい。ビビだって。全然ちょっとビビっちゃってる皆さん、こんち、こんち逆なんでもないです。ビビッター TV へようこそ。どうも。この番組、宇宙の新たな惑星を訪れ、その星の一番臆病な生物を捕まえて、そのビビった根性を叩き直す、そんなドキュメント番組を、へぇ。番組の司会進行を務めるのは、おなじみの私たち。おなじみ？ビビったやつには容赦しない系女子のビビと、かわいいね。チキンを頭から丸かじり系メスグマのベアミを、へぇ。クマなんだ。今日私たちがやってきたのは、天の、天の川銀河のドイナカ、ドイナカ惑星、地球だよ。ドイナカ惑星なんだ。そしてこちらが捕まえ、こちらが捕まえてきたこの星一番臆病な生物よ。僕のことかな。あなたの名前なんていうの？あー、どうも。なんか BGM 止まっちゃった。の僕の名前リテって言います。皆さんよろしくお願いいたします。マルツやないでいいや。最近、僕の、リテっていうの、なんでそんな笑う？いい名前じゃん、普通に。ダメなの？あの、思ったよりいい名前じゃん。ほら、まあ名前なんてどうでもいいよ。僕最近、あのさ、チャンネルのさ、名前さ、リテ、あの、丸ってあるじゃん。あの丸いらねえんじゃないか説が出てきてんだよね。なんか皆さんお待ちください。顔出したい。何顔出した？あ、キャラクリもできるんだ、これ。すげえ。どんな感じにしよっかな。まあこんな感じにさせていただきましたね。まあ純粋にキャラクリは楽しんだね。まあこんな感じでいきましょうか。これでいいでしょう。これが僕の顔らしいです。どうも。なかなかいい面構えねーって言ってる割にはすげえ笑ってるけど、これじゃなんだ、ぶっ倒そうかな。あなたにはこれから宇宙一の我々が独自で開発したビビリ幸福プログラムでビビった根性をビシバシ叩き出してもらうわよ。だって。そしてお茶の間に感動と笑いを届けるのよ。了解です。任せてください。いろんなミニゲームの試練に挑戦、一人で遊ぶなら、一人で遊ぶので初めて選ぶなら、まずこれ。まあ、ビビリ試験からやっていこうか。試練だった。やっていこうか。ギロチングランプリ。早速不穏なんだけど、これやってみればいいのかな、とりあえず。やろっか。グッド以上取れ。了解です。ソースがまずわかんないんだけど。ギリギリでギロチンを止めろ。なるほどね。やば。これあれじゃん。ワンピースのさ、ルフィのさ、悪い、俺死んな、みたいな感じじゃん。皆さん、ギロチン甲子園挑戦者リで、頑張ります。操作方法がわかりません、ちなみに。ギリギリでギロちゃんのため、A ボタンだけでいいのかな。僕任せてください。Wii パーティーでもこういうのあったよね。なんか樽が降ってくるやつ。僕それで0メートルを達成したことあるんで、これ余裕ですね。いきます。いきます。はい！あれ？は？クール？え？え？すごくない？え？すごいでしょこれ！マジか！一発で0メートルだったよ。やば！僕マジですげえじゃん。すげえ。これなかなかできないでしょ。みんなもやってみてよ、これ。これ無料だからさ、確か。これすごくない？僕神業見せてんだけど、早速。すげえ。これやろっか。グッド以上取れ。早速僕神業見せてたんだけど。グラスを滑らせろ。はい。マスター、あちらの美しい女性に、こちらの、なんたらかんたら。これをどうすればいいの？かしこまりました。練習、練習させてくれるんだ。グラスを滑らせろ。え？あ、スティックなんだ。はい。こんぐらい？あ、なんか別のお客さんに行っちゃった。そこならグッドですね、マスター。あー、はいはい、なるほどね。本番ね。了解。なんとなく分かった。このメーターが最大値のところに行けばいいのかな多分。あ、行きます。はい。あ、でもこれいいんじゃない？あ。そんな割れるほど強かったかな。ごめん、マジで。超えちゃってんじゃん。これそういうゲームだったっけ？そういうゲームだ。そういうことにしとこう。ちょっともう一回やらせて、これ。これはちょっとしょうがないところあったよね。なんかメーターがなんか、強ければ強いほどいいってことじゃないんだ。なるほどね。わかったわ。これちょっとあれだったね。練習がなかったから。あったけど、一回確か。まあ、頑張ります。こんぐらいでいいんじゃない？じゃあ。完璧！なるほど！これやればいいんでしょ？とりあえず。了解、わかった。ちょっとわかりづらいね。なんかね。本番行きまーす。
いきます。はい、ここら辺。ちょっと行き過ぎたかな？どうだろう？さあ、次はじゃあ、ピタッとヌードルやっていこうか。これもうグッド以上取ればいいのかな多分。てかそうだよね。ギリギリでウォッチを食べる。あ、僕こういうのめっちゃ得意だよ。任せて。いざもうが究極のラーメンとやろう。ああ、味噌菌とかそういうやつですね。本物のラーメンを見せてやるよ。これなんだってこれ。なんかこんな感じの漫画なかったっけ？やります。見せてやろうじゃん。ギリギリでウォッチを止めろ。なるほどね。了解です。10秒目。マジで？すげえな。1、2、邪魔！ 3、4、5、6、7、8、9、10！ あ。いやでもまあいいじゃない？そんな 0.3 秒ぐらいのロスだったら全然いいと思う。はぁー！はぁー！別にいいじゃん！時差があるのかなって、ま、そういうことにしといてください。ちょ、待って待って。まさか猫が出てくるとは思わなかったな。まあ、そうだよね。もう一回やろう。真面目に行く。本気でな。さっきちょっと猫が出てきてびっくりしちゃったけど、今回マジで行こう。7秒ね。OK。1、2、3、4、5、6、7。マジで？なふれねえだろ、そんなさ。いきます。10秒目ね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。まあ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 、いいんじゃない？こんな感じで。どうかな？これ結構やり直したんだけど。どうすか？またに、めちゃくちゃいい表情じゃん。なんてギリギリ神か。え、そんなに？まあでも何回もやり直したからね。まあいいでしょ。これ何？瞬間お酒注いで。何これ？なんか、え？ギリギリまでビールを注げ。これ泡とか計算しなきゃいけないんじゃない？え、何これ？これエヴァンゲリオンのあの、神事みたいなやつ出てきたんだけど。これエヴァンゲリオンは知らないんだよね。ギリギリまでビールを注げ。これ泡とか計算しないといけないよね、多分ね。おつまみそれだけでええんか。いきます。はい！泡の計算、どうすか？ぬるいな。じゃ、冷やしたの持ってこいよ！だからその年だわ、平社員なんだよ。ニートなんですよね。いきます。はい。はい。お、これうまいんじゃない？これうまいでしょ？どうすか？ぬるい？え、なんで？え、むずくね、これ。ちょっとこれ本気でいくわ。マジでいく。いきます。はい。うまい！ 100% 来た！これ来たべ。やったー。結構時間かかった。あ、100% ではないんだ。マジかよ。めっちゃむずいじゃん、これ。なんかね、メイドインマリオ感あっていいね。なに？人狼とチョコとキス。何言ってんだ？人狼ゲーム苦手なんだよね。僕さ、LINE でさ、人狼ゲームボットみたいに入れてさ、友達と LINE、人狼ゲームやったことあるんだけど、僕喋らなすぎて、ギってちょっとって言われたことあるね。ごめん、全然読んでなかった。ギリギリでキスを止めろ。はい。了解です。あ、ポッキーゲーム的なあれね。はい！え？おぉ、セーフじゃないこれ。1センチなんてやるわね。え、何これ？どういうこと？え？何言ってんのこれ。全然読んでなかったからわからん。でもなんか、普通にいい曲なんじゃないの？ペンギンジャンパー。グッド以上取れ、はい。何これ？ジャンプ台ギリギリで飛べ。僕、ギリギリってさ、言いづらいんだよね。言えないんだよね、普通に。ヘイプ、かわいそう。待って、お嬢さん、今行くぜ。そこ顔なんだ。ジャンプ台ギリギリギリで、了解です。ここでジャンプ了解。すん！食べたね。え、あ、これ練習か。
了解了解。あ、よかった。練習でよかった。でも人生に練習なんてないからね。いきます。はい。ダメこれ。え、あ、僕死んだんじゃないあれ。写真変わりて。何よとか言われてんだけど。なんでこんな、ゲームでもこんな虐げられなきゃいけないの。これ割と早めでいいのかな多分ね。じゃあ行きます。お!いいんじゃない ?I love you. お友達からで、あ、まあ、それが普通でしょ。ザ平凡だな。お友達から始まる声も、まあそんなもんでしょ。まあ友達から始めな。友達でも何でもない人にさ、付き合ってくださいっていうのはちょっと違うと思うんだよね。何これ?チェックポイント1。総合スカ1000点以上取れ。はい。了解です。ピタッと、あれこれ総集編的なあれ?僕これ苦手なんだよね。本物のラーメンってやつ、これもう、これはもう、はい。7秒ね。1、2、3、4、5、6、7。あ、ちょっとオーバーしたけど、まあいいでしょ。ダメっすか?やべえ、苦手だ。もう完璧じゃないこれ。わ、やった!クール!神かよ!やったー。でも1000点超えたんだけど。これでいいの?いやー、これも苦手なんだよな。Help me. 了解でーす。頑張りますね。もう練習とかいらないんだよな、これ。全然実力嫌だから。いきます。はい。あ、ちょっと早いかも。I love you. あ、友達からでって感じでしょ、多分。まあまあまあ、いいでしょ。別にこんなもんで。もうこんな感じでいいんじゃないですか。スネ57だって。いいじゃん。なるほどね。こうやってどんどん解放していくんだ。へえ、面白いね。